の？うちらが？千里さんと真宙さんには殺し屋として生きるだけでなく社会に出て働いてもらいます。高校を卒業したら次は社会人。まあ普通のことですね。大体うちら本業殺し屋なのになんでバイトなんかしなくちゃいけないんだろうね。ああいうのやりたくないからさ、殺し屋やってんのにさ。無理なんだよ一人じゃ。私何もできないんだよ。在宅部になるし増税するし日本はダメだわ。ははー、これちょっとやばいやつだな。死にたい？ねえ、てか家賃ってどうやって払うんだっけ？